今日はどうして入れ歯が合わないのかというのを実例を踏まえて、当然患者さんの許可は取っておりますけれども、ご説明したいと思います。我々はどこを見ておるか、上下の歯型、ここの部分が皆様にある赤く書きますけれども、上顎の方に出てるヒダです。そしてここのに映っておるのが下顎の部分におけるヒダです。こういう感じになってます。で、この入れ歯自体どういうふうな状況で作られているかっていうと、この今黒く実線で書いておりますけれども、この状態、そして非常に難しい話なんですが、本来はこの位置が正しいというふうなことで、今この上下の入れ歯はこの方の場合作られてるんです。先ほど申し上げました、ここの赤い部分、これが上顎の方のビラビラのところ、これが下顎のビラビラのところ。さあ、これでここの黒い実線でに合わせた状態で作った入れ歯でちゃんと噛めるでしょうか。普通無理だと思います。もうちょっと詳しく書きますと、上の方の上唇小帯といわれるこの小帯の線と、下顎の、これは後ろの方から見ると分かるんですけども、これぐらい今この方の場合斜めになってるんですよ。これがこの方の今いわゆる正中といわれる真ん中です。この赤い部分を照らし合わせて、黒い線が合うように、上なら上の入れ歯ができれば、下なら下の入れ歯が作られてれば問題はないんですが、どうもやっぱり違うような状況だと思うんですよ。この辺のことも正確に考えて、やはりちゃんとした入れ歯というものを作る、もっと言えばちゃんとした位置状態でインプラントを打つことが非常に大切なことだと思います。これだけではなかなか皆様方でご理解しづらい面があるかと思いますから、この方の上の方の歯を総入れ歯外しました。下の方の部分入れ歯は外しました。これがこの状態です。こういう形なんですよ。びっくりするかと思いますか。この右でも左でも上下でもどうとでも動く状況で、我々はどこが正しいのか、先ほど言いましたけれども、基準点、上ならば上唇小帯と言われる部分を基準としなければならないし、下ならば下唇小帯と言われるこの位置を基準として、テクニシャン、いわゆる歯科技工士さんと一緒にいい入れ歯を作らなければ絶対にものはできないということです。非常に難しい。そしてこれはもう一応 YouTube のところではもう申し上げるわけにもいきませんので黙っておきますが、この右の上の部分のところは非常に入れ歯がなくなった状態で、でも粘膜面はきれいです。ところがここをご覧ください。もうまるで歯肉の腫瘍のようなブクブクのとしたような状態の今歯茎なんです。この右側の方は非常にきれい。ところが左側の方はもう本当に金魚じゃないけど、なんとかとかいうふうなやつみたいにもブヨブヨになっております。なぜこれが起きるのか、どうしてこの方ではこれが起きてしまったのか、もしその現実、その状況を、原因を知りたいという方は一度お電話ください。よろしく。